東坂峠東坂峠は、兵庫県中北部にある峠。続鹿山から北東に伸びる尾根の安部にある峠で、加古川水系と遠山川水系との中央分水峰である。かつては丹波国と田島国の国境となっており、現在は、兵庫県の丹波市と長来市の市境になっている。平安時代の縁起式によれば、当時の山陰道の通過地であり、 丹波国側には佐治、田島国側には俗寺家という馬屋があった。佐治駅は峠の登録の青垣町東坂にあったとされている。東坂は加古川の最上流域にあたり、加古川の本流から分かれた東坂川という支流が奥深い谷を形成している。この地域は遠坂谷と呼ばれてきたが、一帯を指す場合には、東坂、最大の峠を指す場合には、 遠坂と書き分けられていた。俗字下駅は、峠の最陸である、長来市三島町芝にあっただろうと考えられている。今の淡鹿地区は、芝地区より1キロメートルほど西にあり、淡賀神社が鎮座する。こちら側は、沿山川の支流芝川の源流になっている。丹波国と田島国を結ぶ地としては、遠坂峠の5キロメートルほど北に、役の高原があり、 山陰本線や国道9号は、薬野を通過している。ただし、薬野高原は、日本海に注ぐ平川水系の牧川を遡った、先にあり、中央分水嶺ではない。これに対し、遠坂峠は、張馬国で海に通じる加古川の上流にあたり、京都からは、張馬国を経由するか、福知山から迂回する必要があった。近代になって、遠坂峠には、 兵庫県道三島柏原線が通じるようになった。このルートは単ただしを結ぶ重要な連絡路の一つとなったが、雪深く陶器はしばしば通行不能となった。1977年に兵庫県道路公社によって東坂トンネルが開通し、トンネルを含めた峠の前後4 7トルの区間は東坂峠有料道路となった。これによって、 東坂峠の通年通行が可能になった。1982年後には国道427号となり、さらに1993年には国道483号との重複区間の扱いになった。その後国道483号は2006年に北、近畿と洋化自動車道となり、東坂トンネル経由の単落路は北、近畿と洋化自動車道、を旧峠は 国道427号との扱いになった。なお、遠坂トンネルは有料区間となっている。一般的には、加古川の上流部は佐治川と呼ばれ、佐治川と篠山川の合流地点から下流側を加古川という。薬の高原は、溶岩が85メートルもの厚さで堆積した溶岩台地で水に乏しく、中世には巡礼者が通る道が通じていたものの、 通行は困難だった。ありがとうございます。